はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル、続きやっていこう。それじゃあ今回は、スノーブラッドウルフ狩り、最後の伝説、まあ、強いウルフを手なずけて、そして、ウルを倒しに行こう、ウルは、ここだ。ウルが支配するウダムの土地に入る。ここ。すぐ近くだね。マーカーつけなくていい。あ、違うな。ごたごたやってる？なんだあれ。救出だ。イージラだね。おお、こっちに来てる。待てよ。石ナイフ2人、あっ、動物、あー動物め、うわー、槍か、あー、あれ敵の槍か、動物に殺された。もうあと 100m、 ああいうね、動物と争ってるウィンチャーじゃなくて、人質にされてるウィンチャーとかだったら助けやすいんだけど、動物来ちゃったらもうダメなんだよな。死んでる。ワンコは、おお、おお、うわ、連打、痛い、おお、神がいる、あ、違う、おお、スノーブラッドウルフ狩り回復、今のなんか首元赤かった狼がスノーブラッドウルフ、あっちだね。手がかりからスノーブラッドの群れのリーダー3匹を追え。3匹もいるのか。ああ、遠吠えしてる。おで、イジラもいる。あ、オオカミ襲われてる。あ、燃えてる。おお、おい。オオカミに襲われる。手がかり、足跡がある。うん？クマ？クマ倒したの？喉元に食らいついてクマを仕留めた。やるな。釣り毛に続いてる。下降りよう。あ、なんかあそこにも死体が、そしてワニがあんなところに、こっちすげえ狙ってるけど、あれ、わ、待て、敵がいる。見つかる？オッケー。あんまり動物相手、大型の動物相手じゃないなら、この弓でいいな。射程距離が長いし。ピシューチャーウォーターズ、なんか、ワニはもういない。スナイゴはサルティスチャン、バグワイ、ワシビと追いかけた。南。あ、狼がいるな、たくさん。イジラもいるしさ。違うな、これイベントか。ああ、まただ、やめなさい。おい、早々に助ける。うん、この動物は、おお、
おお、痛い痛い、やめろ。OK、 待って待って、サイカ、敵がたくさんいる。やり返して、いた、テイクダウン。あ、オオカミ、オオカミもイジラもたくさんいる。ここちね、足跡がある。あれ敵か、なんだ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 、またサイカ、待て、逃げろ逃げろ逃げろ。おお、追ってきてる。あぶねえ、あー、やり返してやり返してやりダッシュ。あいつはほっといていいね。エリを調べろと肉をあげよう。なんだこれ。ああ、魚を食い散らしてる。川沿いを進んだ。今どの辺にいるんだ。奥まで来てる。あれは仲間か。こんなところにいたら危ないよ。狼に襲われるよ。川沿い、これなんだ。戦った後、サンウォーカーは砂、スノーブラッドから逃げた。足跡分かれてる。こっち行ってみるか。オオカミならそんなに体力多くないかな。トラップを仕掛けられそうなところがある。まだ何もいない。霧がかってんな。敵もいるけど、でイベントも発生してるな。祈りの石見つかった。ここにもいる。おい、なんだ、敵だ、助けて、やり回収。こっちにはいないのか。あ、待て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 、ワニか、あれ。こっちに狼はいないんだね。向こう側行こう。いや待って、いるか。あれ敵だ。テイクダウン。お、うん。三王家の祈りは届かなかったようだ。あ、近いよ近いよ。来た。痛い。はい、待って、ダメージ高い、ダメージ高い。なんか群れも連れてる。うわ、早い早い早い。これ、コンボの方がいいな。うわ、強い強い強い。回復。あ、まず1匹で、あと2匹倒さなきゃいけないんだ。1匹 OK。じゃあ、あとはあっちだ。すげえ遠くへ上げてる。敵多いな、ここ本当に。
忍者はここです。この崖の上行こう。この先だね。餌をやろう。あ、乗るんじゃなくてね、餌をやろう。待って待って待って、はい、ニワトリがいる。ディグウェイキャンプ、ここにも敵がいるな。イジラも狼を狙ってんの。はい、ナイフ。手がかりらしきところはこれじゃないの。スナイゴサール、ソシャラインバグワイ。近い。ハサルワダ、ワルシャンディ。あ、あ、捕まってるのか。捕まってるのは狼じゃない。ウィンジャの人だ。狼が来てイジラは逃げたんだ。誰かいるけど、あそこにイジラだ。違うな、仲間だ。よいしょ、ナイフくらいなさい。助けて、狼あっちだ。槍じゃなくてコンボで行こう。狼がいる。ブラッドスノーは、スノーブラッド、火を恐れんのかな。いた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 、あっちだ。早い早い早い、足が速い。こっちも足速くしよう。速えな、超速い。あ、あそこにいる。ほら、待て待て待て、燃えてる燃えてる。え、別の神いって、ダメージがすごい。倒した、あと1頭だ。ここ熱い。北から増え、三羽が襲ってる。向こうまで行こう。おお、増え、三羽が戦ってる。この下だ、エリアを調べろ。一人だけなわけはない。あ、でもいない。燃えてるな。あ、捕虜がいる？いや、いないな。とりあえず、はい。下降りよう。痛い。ん？待って待って、いるぞ。あれ、当たんない。そい。で、手がかりあった。ここに最後のスノーブラッドがいた。またイベント起きてるけど、突然スノーブラッド。あっちだ。180m。わあ、ちょっと敵たくさんいるな、ここ。うん、あ、襲われてる。あいつ倒しとこう。
痛い、やっ、この辺の狼ちょっと強いかも。ファイヤー、ここにいる、上っぽいな。リーダー、こっちだ。エルクがいるけど、エリアを調べろ。エルク死んでる。アルチ、スナイグワサル、スシャライン、ジャルタビパシャ、向こう、バルフ、ウルギチャ。足跡が多い。スノーブラッドの巣穴が近いかもしれない。日が落ちてきた。巣穴、これ普通の狼。近いと思うんだが、狼が来た。おお、離して、ああハムだ。回復、うん、あれだ、ドーピング、足がやっぱり速い。タイガーに持ってもらおう。スノーブラッド、違う、うん、いやこいつだ。待て、ほらわあ、他の狼も来る。ほら、もうちょい槍、あ、暗くなってきた。ボンボ、痛い、回復、群れがすげえいる。どこ行った、よし倒れた。で、回復する前にこの狼、火を恐れないこの狼、手なずける。でなずいた、いい子だ。ステルス、スピード、パワー結構あって、敵や捕食動物が近づくとうなり声で警告する。スノーブラッドルフ狩り完了。結構強かった。他の狼が強かった。さて、スキル2ポイント取っとこう。よし、じゃあ動物も全部ゲットしたんで行ってみるか。ウダムの土地、ついにウルト、ビッグダルバ城に行こう。違うな、砦だな、ここ砦に来て、ちょっとアイテム整理で、まあ一番今のところパワフルなのはサーベルタイガーだから、サーベルタイガーにして、でここで、その時に重要なこの解毒をして、その敵の特殊な毒物をかいくぐると。あっちだね、ここ下行かないといけないのか。下から行こう。あ、これ毒エリアだ、もう。これだ。よし、これでへっちゃら、ウダムの土地。まずここを越えないと。あと15個。解毒剤はあるから、なんとかなる。で、赤いな、向こう。これ結構時間かかるかも。いけるかな。ん？
ウダムだ。テイクダウン。で、火つけて。ウルにはなんか息子みたいのがいたよな、前捕まった時。と、350m。ウルのところに行くまでに敵がいそう。あれ敵だもんな。こうやって敵の侵入を防いでるんだ。ウィンジャの村よりかなり厳重に作られてる。あ、暗いな。ウダムの土地バレた？バレた。ほら、もう一人いるぞ。よいしょ。やはり両手持ちは強い。スキルゲット。うわー、生首はって、これひどくねえか、これぐっちゃぐちゃだ。いやいやいや、スキル3ポイント。槍クラフト、まだ先がありそうだけど。敵いるな。ん？どこにいる？二人。上にもいるのか。おお、たくさんいる。一旦下がって。じゃあ今回ここまでにしようかな。今回ここまでにして、この峡谷を越えないと。ウルの拠点のところまでたどり着けないから、じゃあ次回ここから続きやっていこう。どうし、はい、ご視聴ありがとうございました。